はい。えっ、ー、と、2023年4月の29日です。えー、雑談お絵かきですね。アーマードコア6が楽しみすぎだっつって、今、ちょっと配信、配信のあれで、ちょっと書いては見たもののですよ。やっぱ、その、メカ好きの人とかフロムの人にはかなわんですね。なんとなしに書いただけじゃ、ちょっと、やっぱ、ダメだと。メカも好きなんですけどね。 えー、やっぱ本家にはかなわんなぁなんて思いました。うん、アーマードコア6。あと4ヶ月すると遊べるんですって。いやー、ま、いったね。<laughs> なんで今年、ゼルダの他にいいゲーム出るんだよっていうようなね。いやいやいや、せめて年末とかにっていう。でも早く遊べる人には楽しみだろうし。で、プラットフォームが PS4。 PS5、それから PC、えー、Xbox 系に発売されるということなんで、まあ僕は多分 PC 向けの Steam で買うと思うんですけど、マルチプラットフォームで、えー、バンダイナムコのバックアップもあって、えー、今回発売されるようです。バンダイナムコは海外展開強いですね。だからあれだ。 ガ,ガンダムとアーマードコア持ってると結構強いんだね、ロボットはね。うんそれもあって作りましょうっていうことだったんだろうし、えー、資金としてはフロムの調達以上にもしかしたらバンナムのバックアップもあったのかななんていうのもうバンナムってそういうことすっかなしねえような気がするうーんでもこれを機にもしかしたらアニメ化とかもあるかもしれないね、アーマードコアブランドの。 すごい渋いや、あの、ロボットアニメみたいなのをやるみたいな。そういう展開があるかもしれない。あの、あとマリオの映画とかで、ね、これからは映像と、ああ、でも物の売り方としてな、ゲーム、映像、おもちゃ、全部合わせて売るっていう展開で。 アーマードコアはそ、それで言うとちょっと強いんだよな。マニアの人が喜んだりすれば。その喜んでるマニアを見て、お客さんね、もうちょっとライトなお客さんが来るかもしれないし。アーマードコア、どうなんでしょう皆さんどうなんでしょうね。僕はあんまり、あれだけど、まあでもアーマードコアの作客層だと、あれかもね。 美少女めちゃめちゃ出しても、もしかしたら、ー一発いけんのかなとか、いうのもちょっと考えるけど、どうなんでしょうね。<laughs> まあ美少女だけに乗ってほしくはないんですが、ちゃんと渋いおっさんとか、あこうね、チャラい若者とか出てくる世に平穏のあらんことがあればいいと思うんだけど、うん、フロムは技術的に他の 国内メーカーカより上だと思ってるうんそうだね他の国内メーカーのなんだろうあのっていうか強い国内メーカーは自分のところでそのプラットフォームを作ろうとするからだからフロムが強かったのはさそのゲームエンジンは外で、えー、だからねアンリアルエンジンいち早く導入したのがフロムソフトウェアだから。 あの辺の研究とか早かったですから技、技術が高いっていう意味では、やっぱ経験値が、そこ、そのアドバンテージはあるんだろうなと思ってますね。あの、ね、あの、なんだっけ。アーマードコは新作出るとき必ず実写化って言われるやつとか、は、<laughs> やっぱそういうとこだからさ。で、そ,その間他のところ、コナミとか、スクエアエニックス何やってたかってうと、自社でエンジン開発してて、 で、自分道で作ったエンジンで、ね、グラフィック強いですよ、みたいな。コナミだったらフォックスエンジンだしあ。スクエアのやつ、エンジンの名前忘れたけど、何年か前までそれのプロモーションずっとやってたもんね、スクエアとかね。だからさ、そ,それがさ、あの、他の会社にも使ってもらって高く売ろうってやってる間にも,もっと安くて、 えー、その世界的プラットフォームでタダで使ってくださいっていう Unity とアンリアルが出てさアンリアルエンジンが出てさでフロムソフトはそこで自社開発する時にこのエンジンはアンリアルはちょっといいぞっていうのでそれで作り始めてるあたりから他のゲームメーカーとは違う道を歩み始めて今 ちょうどそういう意味では、その、アンリアルエンジンプラットフォームっていうのが勝ち組だったっていうね、えー、ところなんだろうなと思うので、その技、技術が高いって思ってるっていうのは間違ってないような気がいたします。えー、あと、下請けでムービー作ったりとかしてるのも全部レベル高いですしね。<laughs> 他の会社に頼んだらもうね、想定通りのやつが出てくる。 出来上がるところをさ、3倍、4倍のクオリティで作ってくるからさ。あれはやっぱすごいですよね。まあだからそういう集団がたくさんいたフロムですから。それはあるでしょう。かと思えば、ドットなんとかヒーローズとか作るから、よくわからん会社だなとは思いますけど。楽しみです。楽しみだけど。 これ、8月の25日にあ楽しむためには、まゼルダの伝説3ヶ月で終わらせることで動かないといけないんだろうっていうのがあるので。ああ、なかなか。エルデンリングの DLC もあるし。いや、でも、これは楽しみだね、ロボット。アリーナ今回あるらしいですし、あの、アーマードコア5はさ、うん、いまだに遊んでる人もいるけど、やっぱり、 あの、強制的なチーム戦がね、どうしてもね、責任感が強いく、責任があるからさ、あの、参加してすぐ負けたりするともう、もアあんまどこはやらない、強い人いっぱいいるからっていうので、ね、あ <laughs> ライフルの的になって5人チームが4人になるのは申し訳ないって思うからさ、 あの戦い方は面白かったけど、でも、そ,それに特化してさ、バーディクトデーとかはさ、あの、最終的にはそのチーム戦になるっていうのでさ、そうするとやっぱ、その,あの、クランを持ってさ、自分たちのチームでその戦ってる人にはなかなか勝てなかったりとかしたから、今回のアリーナがね、まあ多分1対1のアリーナから、 ああ、複数人のやつまでやるんだろうから、それも楽しみだったりしますね。みんな自慢したいんだろうしえー、ああ、あと、あとあれだ。あの、<laughs> 絶対にこう、痛いエンブレム、痛いエンブレムの、あの、やつとか出てくんでしょうねあ。そう。アーマードコアね、あれだの。僕、アーマードコア5の時はね、 あれやっぱシールとか自分で作りたかったっていうのもあ,あって作ったしあのそのシールを工夫してさウェザリングシールを作ってさその金属の剥げた部分のたをさもう最初からプリントする感じのさこう脇のところ全部こう削ってさ削ってというか銀色のシールを何パターンか用意して貼ったりとかしてましたけど。 今回の6ではもう最初からそのウェザリングもできるらしいので。えー、楽しみだな。<laughs> エンブレム以外にちゃんとね、工夫して作ってたやつがちゃんと装備されてるっていうのは、ありがてえと思って。いや楽しみですね。あまあどこは、まあちょ、ちょくちょく8月までになんか、いろいろかけたりとかするといいなと思います。 僕は個人的にあの右側に書いたような流線形というかさ、のマシンよりもあのカクカクの、のアーマードコア5僕は好きなんだけど、なんで好きかっていうとあれ、作業用ロボットの延長線上というかさ、一応アーマードコア4とはちょっと異線を隠した、あのあ、のお堅い感じのロボットがすごく好きなの。僕、ロボットアニメで言うとガンダムとかより、 ザブングルが好きなので、あのザブングルってカクカクしてんだよね。<laughs> だから好きなんだけど、ダグラムよりザブングルなんだけどあ。あれはね、ちょっとね、僕がちょっとアーマードコア5好きな面であります。あのカクカク多いのとか、あんまり速すぎない、ね。アーマードコア4みたいに、めちゃめちゃ速いね、ロケットブースターつけて、 移動するようなマシンじゃない,いのが好きだったりしますね、えー。塗装が剥げた感じのが好き。ね、歴戦の勇者な感じがするいいよね。やっぱウェザリングでしょ。だから強いって言われてるのがこの流線型のボディだとしてもやっぱカクカクを選んでしまいますね。えー、そしてオーバードウェポンの、のっけ。 今僕、ぶっぱするっていうやつで <laughs>、楽しかったなあ、あ、まどこは楽しかったなあと思ったりしますので、またそれがね、10年越しにできるっつうんだから、楽しみであったりいたします。さて、いやロボも楽しいし、何書いても楽しいんですけど。 ちょ,ちょっと人間の方に行きましょうかね。ゼルダの。こっからはゼルダの。書いていく感じだけど。うん、ちょっとね、まあ僕もそんなに絵がね、自信はありますよ。絵は自分でうまいなと思ってるんだけどその、ね、それでも AI の絵を否定するようなことは、ね、かっこ悪いししたくないなと思うんだけど、うん、あと進化していくから、AI も。 今がそのみんなが面白くて触ってる段階でさあそういう現象になってんだろうなと思うんだけど AI の絵がさあの SNS で流れてくる AI の絵が昔はいろんなタイプの絵が流れてきてたんだけど最近さ美少女に特化した AI の絵しか流れてこなくなっちゃってさ あれがちょっとね、さ最近こ、この1週間、2週間ぐらいずっと AI の描いた絵画っぽいやつとかロボのやつとかがどんどん減ってって、女の子の真正面の絵しか出てこなくなっちゃって、まあ僕も女の子の真正面の絵しか描かないっていう部分もあんだけどさ、あまりにもその AI ってやつが描くとさ、確率的になるんですよね。 だから最初に見た絵とつ次に見た絵がもうちその発表している人が違うんだけど同じ人が描いたんじゃないかっていう絵になってほ <laughs> んでお決まりのさあのあ太ももから頭の上までっていうさそう思った僕も AI は横顔苦手なのっていうかだから入力すると多分その顔の正面が描き出されることが多いんだろうなと思う。 で、それも、そのうち横顔って入力すると、うん、横顔出てきたりとかする。ああ、そう、今日、今日見た AI の絵で一枚だけ違ったやつがあって、これは検索すると出てくると思うんだけど、AI にキノコの山とタケノコの里を描かせてみたっていう、うん、画像があってさ、うん、すごいなんか、アメコミみたいなマッチョなキノコの、キノコのかぶり物をしたマッチョマンと、 竹の子じゃなくて、えっ、ー、と、竹で作った鎧みたいなのを着たおっさんがこう、向かい合ってるっていう絵になってて、それは横顔で,でした。えっ、ー、と。でも、なんか美少女の絵は、とにかく正面の絵で、えー、その、太ももから上のやつで、あと背景違うだけっていうので、色の塗り方からさ、そのね、きらびやかな絵の感じとか含めて、 全部一緒だなと思ってさ、その、美少女描く人の絵柄も画一的なんだけど、でもまだアドバンテージとしてはそのポーズの撮らせ方であるとかね、えー、その横顔を描けるとかね、えー、下からのこう、アングルで描いたりとかさ、お尻を強調して描くとかっていうあ、ある程度の個性がまだ、その人間が描いた方があるなっていう。 AI に、その、だから単純に入力して出てきて集合値として多いものが正面の女の子の絵であると。うん、で、それが多分ミスプリントされないから、あの集合値が正しいからね。足、足が3本あるとかさ、指が6本あるっていうことにならないから、うん、そ,それなんだなと思うんだけど、やっぱそればっかり見せられるとね、あの、 飽きたってなるなと思って。あ,あの、AI の描く美少女はその分量が多いからさ。で、その、え、好みの絵柄だっていうので出力する人の求める絵っていうのもその正面から見た女の子なんだから、みんななんかグリットマンみたいな絵でさ。<laughs> グリットマンに失礼だけど。ねえ なんかあの辺の絵を丁寧に描いた感じのやつで。いやーびっくりしたなぁと思ってね。そうかーって。だからみんな AI に敵対するんだと思ってさ。で、その、最近のその SNS、Twitter とかは頼んでないし、僕知らないし、フォローもしてない人がさ、そのみ,みんなの,その閲覧数が多いからっつってさその、僕に回ってくる感じ。 があってさ、頼んでもいないのに AI の女の子ばっかりこう出てくるからさ。まあどっかでその僕がその AI の調べ物とかしてて、お前 AI の絵好きだろっつって、その Google とか YouTube のおすすめと同じように出してくるんだけど、あれがいらなくてね。今ちょっとね、AI の絵に 悪気はないんだろうけど、ちょっと見せられすぎて、ちょっと疲れてるっていう感じが一個あります。でもやっぱ簡単に出力できるからさ、その、あのー、やっぱりみんなやりたいし、出来上がると綺麗な絵ができるから、それ系の絵が好きな人にとってはさ、人間が描こうが AI が描こうが関係ないから、その、 やっぱり指示を受けんだよなと。と指示を受けてるから僕のところにこう回ってくんだろうなと思うんだけど、完成された絵がね。あら、やっぱりちょっと、やりすぎだと思って。<laughs> でもそれも、そのうちその AI で描く絵があの、あの、もうちょっと進化するといろんなアングルとか、ポーズを取った絵とか、 動きのある絵というかさ、走ってる絵から何からさ、あ描いてくるんだと思うんですよ。というか入力しただけでアニメーションまで持ってくる AI も多分できてくると思うんだ。そこまで来れば。それもまた時間の問題だろうなと思って。だから僕が今嫌だなと思ってるのは一時的なものであってほしいなってちょっと思います。 みんなが違うことをやって工夫をしていくと、だから、それはでも多分入力だけしていく調教師の仕事じゃなく、それこそ絵を描く人の仕事のような気がしますけど、ね。絵描く人はなかなか AI 毛嫌いしていくからね。<laughs> なかなか出てこないんだろうけど。 でもやっぱ発明するのは絵を描く側の人のあれだったり、命令文書く工夫みたいなので、それがね、ある程度確定してシェアされてからなんだろうなとは思いますね。情報がシェアリングされないうちはずっと、あの、真正面から見た今描いてるような絵が出来上がってくるんでしょうと思います。 すごいなぁと思ってね。で、で、ほ,ほにびっくりするぐらいね。僕のところに出てくる AI の絵は、なぜか知らないけど、お腹の膨らみが、こう、結構、二次元の美少女よりも、ちょっと膨らんでる感じの、絵が、よく届きますね。<laughs> 他のところがスレンダーなのに、なんかお腹のおへそ周りだけ、ちょっと、 その、普通の人間の体型の、うん、感じで書かれてて。まあそこがむしろフェティッシュだなと思うんだけど、痩せた女の人書くときに、こう、こうは書かないだろう。人間だったらこうは書かないけどなっていうので、必ずお腹の膨らみが膨らんでる感じ。 ね、三段腹的じゃないんだけど、その、女の人はこう、ホルモンとかの関係で、やっぱその筋肉もそんなにつけづらい。で、特にお腹の腹筋が、男の人はさ、シックスパックではれるんだけど、女の人ってなかなか腹筋でシックスパックにならないんですよね。体質的に。っていうのも含めて、ちょっとお腹弱い感じの。 お腹プニプニとしてる感じの絵が流れてきますね。しかも全員投稿者が違うのに絵が、顔はそっくりだし、体型はそっくりだしっていうのが出ると、あいやすごいなと思って、うん。でもそれはある意味そのそれそ、その出力されてる絵が好みだから、うん、そのいろんな多様性を持って出力されてる中で、 二次元美少女が好きな人のその到達点というのがそこに集約するんだろうから二次元美少女が好きな人の答えっていうのが AI が出してる答えにも近いんだろうなとは思います。その発色から色の塗り方からそのねアニメーションとそのイラストの合いの子みたいなあ感じで出力するのでね大体たい同じだなっていうのは 本当にびっくりしますね。今ちょっと覗いてみようか。AI のやつで。えー、っと、AI。絶対今、ああ、痛い痛いた。<laughs> 必ずですよ。うん、これはでも、あれだな。絵を見せると。だから違う人が投稿してんのになんでこんな絵になるんだろうって思うんだけど。 タグがある。AI アートっていうタグがあるから、これをクリックしてみよう。そうすると、ああ、ああ、でもリアル系もこうやって検索すると出るんだね。あうんすごいよ。ほんとすごいよ。全然違う人が投稿してるのに、みんな同じ絵に見えるのが、すごいですね。これだけ集合値でさ、 アクセス数の多い絵っていうのがさ、やっぱ決まってるから。あ、でもちゃんと AI アートで Twitter 調べるとリアル系の女の人も入ってきますね。あじゃあなんで僕のところには美少女しか、美少女のイラストしか来ない。ああ、すごい。おい。 ねこ,これいいなぁと思ったし、問題ないかな。えー、っと、これは大丈夫だと思う。うん、いい絵見つけたああこ。これくらいの絵をいつも僕は探したりとかしてんだけど、AI アートでね。あんまり、あん,あんまり他の人が描かないリアルタッチのやつでやってんだけどこ、これくらいの AI の絵は僕も好きだったりするんだけど、これは何ですかえー、っとね。えー AI 美女っていうアカウントの人が出してるやつだけど。いいですね。AI グラビアっていうジャンルなんだね。あとはもうなんか馬娘に毛が生えたような <laughs>。あと本当の女の人の写真の側のやつですね。あでもやっぱ正面が多いね。あこうやってまとめてみると本当に正面の絵が多いんだな。横顔は本当一切ない。あ、獣があった。 ーいろんな入力の仕方で出てくるから面白いんだろうけどね。AI アートで命令文書いて自分の好みの体型と顔つきの人が出てくる。うわーもうスケスケの女子高生のブラウスとかの絵とかありますけど。うん、なんだろうね。同じ人が描いたのかなっていうぐらいに絵柄が画一的なんだよね。 ほんとびっくりするんだよな。こうじゃない。さっき見せた絵なんていうのは一枚しかやっぱりないんで。<laughs> うん、すごいなって思うね。こんなね。あとみんな同じに見えるもんな。まあみんながだからこう高く評価した絵っていうのがこう入ってくるからしょうがないんだけど。 だ逆に言うと AI アートブスとかって入力してもブスは出てこないんだろうね。<laughs> あのあだと思うな。美少女の今 AI アートっていうので探してて結局男のキャラクターが出たのは獣一人であとみんな女の人だから。で、それも多分これは話題のツイートで見てるからであって。 最新の AI アートで検索すると、ああ、もう検索仕様がなくなってるわ。マジか。ああ、でもやっぱ女の子が出てくるんだね。一個ね、えー、っと、これはなんだ。えー、多分スーパーヒーロー系かなのキャラクター出てきたけど。やっぱ最新でタグって言っても、 あ、AI アートで牛描いてる人がいる。嬉しいね、こうれうだね。<laughs> 女の子じゃないだけで嬉しくなるのは。すごいな。あ、でももうこれ、手書きに見えるやつもだいぶあるんだね。あ、漫画が出てきた。えー、AI アートト,トレームプラーナー。な 漫画描くとこまで来た。ああ、漫画だ。あーあー、漫画だ。まあ顔漫画で、正面の顔しか出てない漫画だけど、うん。そうそう。だから今もう、漫画描くのにも AI。だから画力に自信がないから、絵は AI に任せようっていうやつがあって。すいません。今ちょっと見たくなって、すごい見ちゃいましたけど。僕も今正面の絵を描いてますので。 恥ずかしいから横顔にしようかな。えー、っと、恥ずかしいから横顔にしよう。<laughs> まあでも人間は本当は横顔の方が楽なんですよ。エジプトに書か,かれてる壁画がなんで横顔なのかっと、絵にするときに。 正面の顔を描くのは大変だからっていうのがあるからあれ横があるんだって横の方が本当は楽なんだけどね。 ですご、うん、いよ、AI アートはその。僕、漫画家になりたいんですって言って、出てきた絵が全部 AI だっつうね。だから、漫画において、その絵,絵が描ける、絵が上手だっていうアドバンテージが消えるってことだよね。もし、その AI の漫画でよしってなって、そのー、ね、お話だけ考えて、 セリフを突っ込む。で、えー、いろいろその、自分の手で書く分には情景を書き出すときにさ、どういう小回りで、えー、どういう、小回りは自分でやって絵をこう重ねていけばいいんだけどこ、コントロールが多分 AI アートは、AI で出力するやつは今んとこ効かないだろうから、 よいしょそこはちょっと手書きがアドバンテージなのかと思うけどそれも時間の問題だと思うからな全部のコミックを学習してさ売れてる漫画の小回りとかも学習してさお話こういう話が欲しいですっつったら30ページの短編とかは AI の方が出てくるスピードが速いような気がする。 うーんあと、長編漫画無理やり書かせて、100ページの調整、挑戦漫画を最初に書かせて、それを30ページに人間が縮めるとかっていう書き方をしたら、もうわかんないだろうね。最終的な仕上げを人間がやっちゃえば、多分普通の漫画と見分けつかなくなっちゃうんだろうから。っていうのもちょっと思いました。 でも漫画も面白きゃいいししかもその面白ければいいっていう面白いって言われてる漫画も僕はあんまり最近の漫画見て全然面白いって思わないから AI が描いてても多分僕は見分けがつかないんだろうなと思うああと AI 関係で もう、もう一個面白いニュースあって。すいませんね。絵が進まないまんま。なんだっけな。どんなニュースだっけこれか。えー、っとね。AI イラストに規制を求める団体理事、えー、の人が、えー、二次創作ガイドライン違反で支援サイトの作品全部消して、えー、謝罪したっていうニュースがあって。 何言ってんだって話だけどその、いわゆる人間が描く絵が最高だから、AI イラストは、AI で描いたことを明記してその、我々の仕事の邪魔をしないように、ね、人間が描く仕事を邪魔にしないように求める署名活動をしてたっていう,う人がいるわけ。でも、その人は同人誌で、 えー、あのお金もらって二次創作の絵を描いたりして、生計を立ててる人であの、ルール違反してるやつが異議申し立てしてんの、何やってんだっつって、それで怒られて、正体,正体がバレて、その別名でやってたんだけど、その本人とリンクして仕事してた時期のスクリーンショット持ってた人がいて、おいお前 お前あいつじゃねえかっつって <laughs>、それがインターネットで話が広まるだけ広まって、あの、ダメになっちゃったっていう話がさ、僕は偉い面白くてさ <laughs>、なんか、そのコメント欄の一つに自分、自分たちにだけは甘いんだなっつってさ、まさにそれで政治家みていだなとか言われてて、 ゲ、えっと、ゲラゲラ笑っただだからその今、二次創作してる人っていうのは、基本グレーゾーンなわけですよ。前に答えたけどさ、僕もこ、ね、隠れてやれってを言いましたけど、うんね、著作権元に訴えられたらもう負けるしかないわけ。同人誌とか、エロ同人誌とか書いてる人が、うん、著作権持ってる本人から訴えられたら、 勝ちようがないわけですよ、うんうん、その中にあってさあの、そのグレーな商売してる人が、あのー、やらかしたっていうのがもう本当面白くてさ、うん、何やってんだっていう。<laughs> だからやっぱ頭悪いんだなとも思うんですよ、そういうのは。 自分がやってることが見えなくなっちゃうんだね。同人誌とかやってるとね、と思うと。あと、スタートがそうやって、まあ僕も今ファンアート書いてるから人のこと言えないけどさ、人のふんどしでなんかやってるっていうのが、いかに危ない橋であるかっていうことなので、どうねすごいねって思った。AI を攻め立てたつもりが自分の首絞めてたっていうのが、 <laughs> でもこういうこといっぱいあるんだろうなと思ってねなんで二次創作してる人はまあだから虎の家を借りた狐であるんだけど自分が狐であるっていう自覚が生まれないんだろうねそういうのを二次創作やってるとねああ曖昧になってきちゃうんだろうなと思うんですけどそああれはやっぱ面白かったですね ゲラゲラ笑いましたでもまあ世の中は割とそんなもんだったりするしそんなもんだったりするしって思うけどやっぱ面白いんだね <laughs> だから、そういう人ね、まあね、まあ、ちょっと前までね、その、何々先生ごめんなさいって言うだけで、漫画の中でネタにして良心の時代感だった時もあるし、その流れだと思うよ。そのえっと、漫画家の人がさ、取れパクしてたっていうのでさ、北川翔が、 ん、トレパクしてたっていう話であるとかさ。なんか、でもさ、僕、勉強するから習う作品って書いて、修作って言うと思うから、他の写真とか作品見て影響を受けるっていうのは、まあ、あからさまに受けてるよなって人だっているだろう絵柄とかでさ。こうあと、誰かのアシスタントやってたとかっていうとさ、うん それで影響が受けてそれが出てしまうことだってそらあるだろうよっては思うので、ね、否定はしないし今こうやって描いてる絵はもう AI だったらできてんだろうなとも思うしね <laughs> AI だったらもっと綺麗に出力してくれてるよって思うんですけどでもやっぱ自分で描くことに意味があるからね こんなんでいいかなとは思いながらやりますよ。やってますけど。まあ夢のツールが今出てきた。例えばあるんだけど。 だからま、前にも話したけど、やっぱり人間が求める絵とかさ、完成度とかっていうのは、うん、人間の目はバカだからさバカ、バカな目というか、手品とかあるでしょ手品に騙されちゃうんだから、人間の目と常識っていうのは、うん。人間の常識で考えてこういうことはありえないとかさ、視線誘導でそっちに目がいかないようにっていうので、 作られた世界にこうね、うまく騙されるように人の目はできてるので、AI であろうが何であろうがですよ。え、それ AI ですよっていうふうに言われないとわからないっていうぐらいの精度しか人間の目は持ち得ていないので、ちゃんと見抜く人もいるけど、大半の人は見抜けないので、だから、 間違ってないんだろうなと思ってね。今、とても AI の絵を練習してる人が、あの今、すごく非難されてたりするけど、5年後にはもしかしたらそういう人がパイオニアになって何かを作ってるかもしれないからね。だから、ね、あの下手に悪口は言わないようには僕もしてますけど、だからね、その判、判断基準がさ、その AI がその道具としての有用性をこう、獲得するのは時間の問題だからさ。それがどういう形で人の役に立つのかっていうのが今見えてないだけで。こんなんでいいと思うの後で服着せようと思ったんだけど、 ダメだな、な。これダメでした。せっかくだからじゃあ今日ゼルタ書けないって言うんだったら AI のイラストとかに、ね、しようかな AI イラストで。 ちょっと参考にしてこれ見て描いてる絵だから僕のその,あのテクニック的なものは一切ないんだけどさ。 AI っぽい絵の陰影の感じっていうのを今ちょっと、ちょっと、ちょっと模写してみようかなと思って、ちょっと遊びでやるんだけどさ。AI はへその描き方が本当に変あの、やたらこだわってるからすごいなと思う。これがだから大体よく見る感じの AI の、これが、これが AI のイラストだですよ 異常におっぱいがでかくてな、ね。で、肌がツヤツヤしててね。んなんですけど、ここなのかな。で、なるべく、なるべく配色が。 この時点でもううまいとかっていう風になるんだろう。見て描いてるだけだからね。あ,ある意味絵がすごいうまいなとかさこ、この人は自分の書き方を確立してるなっていうのはさ、資料を見るなって話じゃないんだけど、その資料を見なくても自分が書きたいものが書けるぐらいまで、その書き方を自分で開発したり、 熟知してるっていう人だから、あのそれがやっぱ僕らが絵,か絵を描く人としてすげえなと思う、ねそ。尊敬する基本になったりとかするので、こそれを間違いなく、ね、文字入力で出てくるっていうんだったらさ、そはもう <laughs> あの、こんな便利なものはないし、 アシスタントさんに3日かけて背景書いてもらうってことをしなくてよくなるので、アシスタントさんはね、その、お金が稼げなくなっちゃうだろう。いや、でもアシスタントが AI を覚えると、作者は何すればいいんだろうな。<laughs> AI の使い方がすごい上手いアシスタントが入ると、あの漫画描く先生はあれだよな。 自分の絵が仕上がってから相手に任せるってことができなくなるんだね。あ、これは困,困ったね。困ったね。どれくらいの色味なんだろうどれくらいかああ、はははもうちょっとこっちか。これくらいの色味なんだな。 で、大体 AI が描く絵はこの逆光気味の強い光がキュッと入って、コントラストが強くて、で、その分かってるから、その人体が分かってるから、あとはもう光も自動的に描く感じになるんだね。で、ここの間の色味がピンクを挟んで、んっていう感じになる。 AI っぽい、AI っぽい、いいですよ。で、ここの間の色が、その、いわゆる写真とかでもある。うあとは、あれだねサ、サイドとかを上げて作る影のコントラストで。この辺がぼかされて。 もうこれがさ、とにかくこ、これ系の絵が流れてくるのよ <laughs> あの。流れてくんなとは言わないんだけど。バリエーションがあると、み、ね、こっちもありがたいって思うんだけど。バリエーションが増えませんね、これね。どうやっても、どうやってもこれの似た,似たり寄ったりの絵で。それが困っちゃうんだよね。もっといろいろ 流れてくればいいんだけど、これしか流れてこないから。まあでも、この絵が流れる原因作ったのは僕なんですけどね。<laughs> こんな、こういうので、ああすごいなあって見,見た結果、流れてくるわけだから。で、ここにおへそがすごい書き込まれてるんだね。僕のせいなんですけどね。 で僕が思ってるよりこの辺の色味が白くてそうか顔,顔は白いからうん顔白くしてんだなこれで,でこう 顔がちょっと体に比べて白く抜いてあってで必ずこうね男の人が書いてんだろうな男の人が入力してんだろうなほっぺがこうね赤くなってるのはマストなんでしょうねでこう半目で、えー、見上げる感じ ハイライトちっちゃいのとかも多分流行りなんでしょうね。いやでもこの絵柄習得したらあれだろう まずいなぁ。習得したらフォロワーが震えちゃうな。あの <laughs>、まあまあ、僕は書けないからね。そういう二次元美少女はね。こうやっても、ね、模ししたところでどうせつかみはしないのは分かってんですけど。これで、もう、もうそろそろ飽きたので、えー、ここに、 ジーンズの、ジーンズ柄の、これがついて、で、胸の谷間が強調されて、こうなってですよ。 こういう絵になってんだけど <laughs> こんなんでなってるわけですよ。で僕がこういう絵で。<coughs> <coughs> <laughs> これはもう人の好みにケチつけるだけだからよくないんだけどなんでみんなは美少女描くときこのフリルにするんだろうっていう、えーね、フリルじゃなくてもいいんじゃないのと思うんだけどフリルに従うよねみんなねなんだそうです こんなんで、これ、これが AI だ <laughs> !AI への特徴だって <laughs>、えー、ちょっと脱線しました。まあでもこういうのがパパーっとね、1時間、2時間、調教も含めてさ、まあ、下手したら10分もかかんないで出来上がってくるんでしょ 自分が今こうやって申し訳しただけで15分から20分はあると思うの。で、これっぽい特徴のやつで、はいわかりましたって言ってさ、もう背景も込みみでさ、その、自分が思った以上の絵が出来上がってくるやさ、それをみんなに発表したくもなるだろうとは思うんですよ。思うからやるなってことじゃないんだけど、みんなやってんだぞっていうので <laughs>、みんながやってるから、 その1だ、一枚だけじゃなくて、十枚ぐらいいいだろうと思うと、みんな十枚いいだろうと思って特訓するんだぞっていうのがあって、そういうのも込みでね。いやまあでもこういうのを練習しながら見て書いていくと、ある意味、その最適解として出した AI の絵っていうのにさ、あと、自分の個性をそこにちょっと載せるだけでいいから、まあちょっと手直しするのか、 うん、AI の描いた絵を練習して、見ないでも描けるようになって、えー、作り出して、もしかしたらそういう絵が日本一売れるイラストの絵になるかもしれない。AI っぽいなぁ。え、これ AI で描いたんじゃないのっていうのに、AI と見まごうばかりの手書きの人っていうのが一番売れるかもしれないなと思うので。 うんね、その、そればっかりはわからないんでね。どうなるかわからんので、ね。で、僕は今描いた絵柄そんな好きじゃないから。自分の描きたいようには描くんですけど。描けるといいんだけどね。なぜ、何年もこう絵を描くのをサボってきちゃったから。 でもこればっかりは、やっぱそうですよ。あの、書き続けた人。だから AI 研究し続けた人でもいいし、やり続けるっていうのが大事ですよ。ゲームの攻略でも何でもそうだけど。休んじゃうともう手が忘れちゃったりとかさ、勘取り戻すまで時間かかったりとかするから、やっぱ書けるんだったら書き続けた方がいいです。うん、忘れちゃうから。 で、自分の得意分野の書き方しか書けなくなっちゃうわけですから。それも良くないからね。なんか前回書いたのと同じような絵になりそうだなと思ってってさ。ここまで来ると人間は終わりや。 くらいはもう誰だって描けるわけですからここに対して何を入れれるかとかそう,うそういうレベルですよね本当に絵が描けるっていうのはすごいですよそこから作り出せるか出せないかで漫画においてじゃあデッサンがすごく整ってることとさ 面白い話をさ、書けるっていうのがさ、どっちが大事かって言ったら面白い話を書ける方が漫画にとっては大事なので。だから、AI で書いたって別にいいよな。は僕はします。しますよ。そして今日は多分ダメだ<笑><笑>いや、やってみたけど今日はちょっとね、あの、 ここからディティールアップしたりとかさ、まあいろいろ、その、ね、書き込んでいって、ね、こうね、見れる絵にしていくっていうのが、で、できる時とできない時がありまして、今日は多分できない時です <laughs>。なので、えー、今日はこれで終わります。結構長いこと、1時間半以上はやってるので、今日はすいませんけど、書けませんでしたっていうのと、 AI の話と、アーマードコアが楽しみだっていう話です。あとは、ゼルダの伝説で、えー、海外の、その、ゼルダの伝説キャンペーンしてる、そのゲームのー、配信とかでさ、その、いわゆる、会社がやってるやつ、あの、あとあ、フォーゲーマーズみたいなのの外国のところので、 ゼルダの伝説の先行プレイっていうのをやってるらしいんですよ。僕は見ないけどね。見ないけど、そこでいろいろまた、こう、こういうのができるらしいとかいうのがあるんだけど、なるべく僕はそういう情報、あ、あ、これは新しい情報だから見ないっていう風に <laughs> してますね。まあ見、見ちゃうものはしょうがないしさ、教えられるものはしょうがないと思うんだけど。だから今回はあえて、あえて、その見に行ってやろうっていう気はないんだよね。やっぱ、 うん、今回のティアーズオブキングダムは、あの、やっぱ自分でクラフトする楽しみが残されてんだったら、それはやっぱ楽しんでみたいかなと思う。自分で思いつく限りのこと試して、それでも正解がわかんないっていう、そういうのを楽しみたいなと思ってるので、ゼルダの新情報で、ニンテンドの公式から出るやつじゃないやつは見ないっていう。 という感じで。あと、あと12日ですよ。どうしますもう楽しみですね、と思います。で、ああ、どこはもう楽しみだし。えー、ちょっとね、えー、今日は落ち着かない感じで、一枚も仕上がりませんでしたけど。まあ、こういうこともあらあらです、うん。今度書けるときにまた書こうかなと思います。それじゃあ、お疲れ様です。